コンクリートファブリックは合成繊維でセメントを挟み込んだ構造で、敷設後に散水するだけで硬化し、コンクリートのように強固になるシートです。最大の特徴は高い耐久性です。10ミリの厚手仕様で長期間にわたっての土壌保護と安定性を実現。表層の繊維はセメントを保護し割れを防ぎます。柔軟性が高く現場の形状に合わせて加工が可能。散水後約4時間で硬化する優れた施工性もポイントです。施工手順は整地、敷設、固定、散水。熟練工は不要です。用途は糊面、防草、各種ライニング、コンクリート補修など多岐にわたります。ぜひご検討ください。